皆さんどうもこんにちはじゃじゃーん和風のエレメントボールとかですね新しくなって新登場したので紹介しますすごいよ今回は最高潮に完成度高いと思いますすごいと思います 和風のエレメントボルト知らない人もいると思うし知ってる人もいると思うんで分かりやすくね説明していければなと思いますはいもともとボルト持ってる人とか知ってる人からするとアップグレードした形になりますかね 隙がなくなったって感じですね。はい。今までちょっと不満に思ってたことが全部解消されて、ハード的には隙のない、ほぼ完成された状態になったと言っても過言ではないぐらいよくできています。で、もともと和風のいいところである、めちゃくちゃシンプル、めちゃくちゃ簡単、そういった部分はきちんと抑えられているので、初めての方とか初心者の方でも安心して長く使うことのできるような 最高になってますということで、えー、早速開封していきたいと思いますはいこれがね新しい和風エレメントボルトになりますはい箱はこんな感じ高級感バリバリですね裏面にいろいろ書いてありますけどももうちょっとなんだか変わってる感じしますよねはい詳しく見せていきます開けるとです、ね、こんな具合になっております裏面もなんだかかっこいい感じになっています細かい説明が書いてあって で、こんなんですよ、と、エレメントボルトは。で、ここに、本体ですね。まあ、僕一回ちょっと開けたんでね、また戻したんですけども、こんな具合で入ってます。開けるとこんな感じで本体が入ってます。よいしょ。これがですね、新しくなったエレメントボルトの本体になります。どうでしょうか見た目ね。パッと見は、前の、エレメントボルトと、ほとんど、 見た目は変わらないんですが、これこれっていうアップデートがかなり来てます。はい。早速見せていきますね。本体とバイクにくっつけるためのマウントですね。タイラップですね。直接ね、バンドで取りくくりつけるマウントもこんな感じでついてます。このマウントだとハンドルとかにしかつけられないんですけども、まあこれを使えばステムとかにもつけることができます。充電ケーブルと。 で、あとはまあこんな感じで、えー、説明書がもろもろと書いてあります。クイックスタートガイドなどなどありますね。まあ相変わらずシンプルですね。まあこれがね和風のいいところではあるんですけどね。まずですね、ボルトのいいところでもあったこのエアロダイ,ミロダイナミックスな形状っていうのはそのまま継承されてます。はい。非常にね、スッキリとしたフォルム、見た目になってると思います。かっこいいですね。電源入れます。電源入れるときは ここに突起ボタンがあるので、ここを長押しすると。はい、立ち上がりました。はーい、立ち上がってます。そう、この時点で、あれって思った人もいるかもしれないですね。そう、ボルトもついにカラー液晶になったんです。ただ、コテコテのカラー液晶ではなく、シンプルなカラー液晶になってます。まず、画質がね、かなり良くなりました。64色のカラー ディスプレイになりました。まあ、これによって、色でね、わかるので、パッと見のその情報がすごくわかりやすくなりました。これ良くなったと思います。で、こじにベリーグッドポイントはここですね。ボタンが盛り上がってるので、グローブしたままでも、グローブしてなくても押しやすくなりました。これすごく良くなったと思います。メモリがね、16ギガ積まれてます。地図とかね、えっ、ー、と、拡大した時とか、ライド中、ロングライド中なんかでもサクサク動くんじゃないかなと。 個人的には期待してます。はい。これはね、実際にちょっとまだ試してないんであれですけども、かなり楽しみではありますね。充電なんですけども、今回からねですね、ようやく USB-C になりました。はい。ずっと待ってた。ずっと僕も USB-C にしてくれしてくれって言ったんですけども、今回からようやく USB-C になりました。これでですね、えー、っと、充電する時も何も考えずに挿せば充電できますし、 マイクロ USB を持たなくて済みます。これ大変素晴らしい。待ってました。ありがとうございます。って感じですね。ロームとかについてた機能が、このボルトにもつきました。例えば、明るさの調整が自動で効くようになりました。素晴らしいと思います。はい。ルートを設定して走ってる時に、万が一外れちゃった場合でも、自動で最短で戻れるようにリルーティングしてくれます。今までこのエレメントロームについてた機能なんですけども、この新しいボルトにもつきます。 バッテリーに関しては15時間は持つように設計されているそうなのでまあ大抵のロングライドであれば大丈夫です和風はねバッテリー持ち結構僕いい方だと思うんですけども普通にこれはいいですね素晴らしいと思います和風に関してはこういうエレメントライバルとか、えー、キッカーとかいろんな製品出してるんですがそのあたりとの親和性バッチリですね これ単体でキッカーを動かすこともできますしこのライバルを心拍計として心拍を飛ばすことができますもちろんねこっちでも全然いいんですけどねでまあトライアスロンやっとかやってる人であればマルチスポーツモードというものを使えばトライアスリートに嬉しい泳いでバイクにチェンジした時に自動でバイクにデータが送信されて切り替わりまた戻ったらランモードに自動で切り替わるといったモードもねこの和風同士であればいけるので ええと、この辺もね、よくできてると思います。いいところはそのまま。ちょっとこう気になる部分をアップデートといったような感じになってます。いいよね。これはめちゃくちゃいいと思いますよ。伝え方ですね。えー、アプリとの連携がとても楽ちんです。立ち上げると QR コード出てくるんで、アプリを落として読み込むだけで即座にペアリングができるような設定になってるんですが、えっ、ー、と、ページのカスタマイズも容易にできます。パワーメーター使ってる人であれば、 じゃあ、えっ、ー、と、パワーメーターのデータを一番上に持っていくとか、そういったことが容易にできます。メニューも様々、たくさんあります。まあ、平均パワー3秒とか、例えば、入れると、こっちにですね、えっ、ー、と、反映されます、はい。位置とか場所とか大きさなんかは自由に設定できるので、自分の好きな画面にすることができます。例えば、1ページ目は、普段使い。2ページ目は、ヒルクライム。 3ページ目はルートみたいな感じでさまざまな表示をさせることができますので自分の好みの表示をすればいいんじゃないかなと思います音も若干変わりましたねこれが新しいエレメントボルトですね、うん、でこれが一つ前のエレメントボルトです大きさは若干大きくなっていて え横から見るとこんな具合になってます。ボタンも若干大きくなってます。えー、大きくなってる分押しやすくなってるのかなと思います。反対側のこの電源ボタンですね。ここも大きくなってます。押しやすくなってます。やっぱ決定的に違うのはこの照明の3つのボタンですね。左が古いので、左が1つ前、右が新しいんですが、左の方はへっこんでるのがよくわかると思います。別に押しづらいわけではないんですけどね。 こっちの方が全然押しやすいです。で、せっかくなんで、ロームも持ってきました。そして、初代のエレメントですね。大きさの比較をするとこんな具合になってます。ロームとボルトで比較するとこんな感じになってます。はい。ですね。デザインも若干変わっていて、前回はこのサイドに和風という文字が入ってたんですが、今回からは真上に来てますね。 マイクロ USB USB-C だっったたものが、C、になったこれはね、大変素晴らしいと思います。はい。はい、といった感じでですね、ちょっと速報というか、ざっくりと今回の新しいエレメントボルトの紹介させていただきました。はい。えっ、ー、と、確実に完成度がもともと高かったこのボルトが、よりこうブラッシュアップされて、気になった部分が、気になってる部分が、より良くなってアップデートして帰ってきたといったような感じですね。はい。ポイントをまとめると US、USB-C になった。 カラー液晶になったメモリーが増えた。そしてリルーティング機能とか細かい機能がこっちに追加されたといった感じで少なくともハード面に関しては好きなしだと思います。ソフト面に関しても僕は特に不満を持ってないのでかなり完成度の高い最高になったんじゃないかなと思います。価格が税別3万5千円ということですね。 はい。ぜひね、参考にしてみてください。今回は新しくなった和風のエレメントボルトを紹介させていただきました。はい。ぜひこれから再婚欲しいなとか考えてんだよねって思ってる方はお店なんかにも多分置いてる店続々出てくると思うので手に取って見てみてください。それでは今回の動画は以上ですごご。ご視聴ありがとうございました。もしもね、参考になったという方、ボルト良くなっていいじゃんと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。 ではでは、大塚さんです。